新年明けましてバロでとうございます。バロアということで、新年一発目のウェハース三つ葉のバローワールドということで、まあね、一応明けましておめでとうにしてはちょっと遅いんですけど、まあ1月7日ですか。はい、一応この僕はカノッサというねコンビを組んでて、今須崎、相方の須崎とね、ラジオトークというアプリで、まあ、一番組12分のね、カノスさんの気になるあの子とイヤホン半分子という番組をやってるんですけども、まあ、そっちでは新年の挨拶したんですけども、ちょっとね、新年一発目のウェハース三つ葉バローワールドということで、っていうか2週間ぶりですか？ラジオ。すいません、ちょっとね、2週間前ぐらいの時にちょっとだけ体調崩してまして、ちょっとだけね、喉がね、あんま出ないという声が、いい声が出ないぞということで、無理せず、ちょっと休ませていただいたんですけど、結構飽きましたね、そう思ったら。うん。で、31日の大晦日は、もうがっつり、僕、福井県の実家に帰省してまして、もうその関係でね、もう全然ちょっと、投稿できてなかったということで、ごめんなさいね。ショート動画とか、TikTok とかはね、ぼちぼち、実家の、ね、いろんなご飯食べてるとことか、お母さんが作ってくれたご飯とかね、餅ついてるやつとか出してるんですけども、ちょっとまた、毎週土曜日更新していけたらなと思いますので、今年もよろしくお願いします。まあ、今年の目標も後でちょっと立てようということで、始めていきましょう。ウェハース三つ葉のバローワールド。バロ版はウェハース三つ葉です。ウェハース三つ葉のバローワールド第43回始まりました。ということで、昨日ですかね、1月6日は黒金の、これ黒金って読むね、黒鉄でわからん、黒金のミステリートレイン灰原愛物語という、コナンの、まあ、再編集の映画ですかね、本編であったところ灰原のいいところを多分まとめた映画が公開ということで、僕はちょっと見に行ってないんですけど、はい、昨日も今日もバイトで、昨日バイト終わりに、井上隆、同期のね、隆と一緒にちょっとコーヒーを飲みに行って、王将でご飯食べてみたいなね、ことがありまして、そうだ、なんか、ちょっと東京旅行とかいろいろ行ってたんですね、隆は。去年のね、まあ、去年コンビ解散してちょっとね、いろいろ、考えてる時期やったと思うんですけどね。その期間に行ってきた時の旅行のお土産を僕に持ってきてくれて、まあ、僕になんかすごい黄金の剣をねくれたんですけど、なんなんこれ、どこで買ったん、大阪で買ったわって言ってたけど、それやとしたら僕買えますからね、普通に大阪土産なんて。まあ、でもすごい嬉しいんですけど、あと須崎も一緒にちょっとだけ高橋と喋ったんですけど、その時になんかあげて、なんかサザエさんかなんかの東京のお土産あげてましたね、お菓子、うん、あれくれよ、うん、あれくれよ。まあ一応僕はその時に交換として、餅をね、実家でついた餅を、これ高橋美味しいからなみたいな、動画で出したやつやでって、豆餅と丸餅をサランラップでしっかり包んで、直渡ししたんですけど、ほんまにいらんっていうなってましたね、顔とかに。いや、これはね、事情があって、あの、潔癖症らしくて、たかしがね。だから、人の握ったおむすびとかあんま食べれないタイプですね。うん。いや、僕、その気持ちがね、全くわからないタイプなんで、うん、絶対に喜ぶと思ってたんですけど、いや、嫌らしいですね。やっぱ、その潔癖やと。そらそうか。なんか、僕のお母さんとかお父さんが握った餅、嫌ですか、やっぱ。うん。これどうですか、皆さん。皆さん的にはどうなんだろうって。まあでも、気持ちだけ受け取っとくってね、いいやつなんでね、そっからいろいろ、いろんな話をしましたけども、なんかありますかね。そうだ、今年の目標はね、やっぱり、夢は大きく、何ですか、M1 決勝とか言いたいんですけど、まだ決勝はちょっとほど遠いので、去年2回戦敗退ですから、M1 はまあ準々とかいけたらいいかなと、一番いいね、3回戦、最低でも行きたいというぐらいの気持ちは持っております。はい。そして、吉本漫才劇場メンバーになるという。うん。これね、オーディションライブを勝ち抜いたら、大阪吉本の若手がね、集う、吉本漫才劇場というところのメンバーになれるんですけど、一応、アップトゥーユーというライブ、が2月にありまして、これで1位か2位を取ると、
アップというサバイバルステージというライブに進めて、そこで半分ぐらいが多分勝ち上がるんかな。勝ち上がって、その後、かけるチャレンジバトルっていう漫才劇場で行われる劇場メンバーと、その、アップというから勝ち上がってきたメンバーとの入れ替え戦があって、それに勝つことでついに漫才劇場メンバーになれるという感じなんですけど、僕はまあ去年一回だけしかチャレバと行ってないんですけど、まあ、バロバーローというね、ショートバーローを披露して、なんかずっと顎に唾がついた状態でネタをしてしまったんですけども。はい。これちょっと過去回聞いてもらえばわかるんですけど、とんでもないですよ。この配信とかに映っていたっていうね、大きい白い唾みたいなやつが。だからそれが去年の結構失敗なんで、今年はね、カノッサで勝ち上がった時は、まずはマスク取って相方に確認してもらおうというね、それを考えておりますので。あれはもうとんでもない映像でした。ということでね、今年は満劇メンバーになりたいというのと、あ、ぜひ2月のアップトゥーユ見に来てください。はい、ツイッター、インスタなどで告知いたしますので。そしてですね、TikTok のフォロワーが今13万人なんですけど、まあ、いつまで僕13万人って言ってるんだっていうね、去年のほんま、8月ぐらいから変わってないんちゃうか、13万っていう数字は。そっからなんか少し人数、何千人か下がって、上がって、下がって、上がってみたいな。結構ね、動画、あんまバズらん時期とかあると、普通にフォロワーってブワって減ってくんですけど、下がったり上がったり下がったり上がったり、今、ずっと13万をキープしてる状態なんですけど、ちょっとね、やっぱ今年も、この映画のシーズンありますので、ちょっと僕もテンション上がってますよ、黒金のサブマリン。もう、これは最高傑作じゃないかというぐらいね、赤井さん、安室さん、が登場する映画。で、ジンとウォッカー、ハイバラ、もうすごいですよ。黒の組織絡む。ベルモットも。僕の好きなベルモットとかも出るし。もう絶対神作なんですけど。そのシーズンにやっぱり、バンバンね、コナン動画も出していきたいと思いますので、15万人フォロワーを TikTok が目指して、で、今、流れてるこの YouTube チャンネルは、今 2.5 万人ですか ?2.5 万人。まあ、ショートがバズると、仮定して。横動画はやっぱ、一応コンビとかもいろいろやってたら結局そんないっぱいは出せないと思うんで、ほんま趣味程度に横動画出しつつ、ショートはね、バンバン出していきますので、3万人じゃ少ないか。1年あるんやから。5万人行きましょう。はい、YouTube 5万人。TikTok 15万人。はい、これが目標ですね、今年の。それで行きましょう。みんなちょっとね、お尻を叩いてください、僕のね、動画のモチベーションを。なんかモチベーション上がったり下がったりなんですけどね、TikTok 上げたりとか。やっぱりね、僕がここまでね、ファンの人とかがついてくれたりとか、お客さん、吉本の劇場とかに足を運んでくれるきっかけになったのもやっぱ TikTok ですから、絶対にね、やめたくないですから、動画とかしっかり上げていこうと思いますけども、プラスね、漫才も、須崎と一緒に二人三脚で頑張っていきたいと思いますね。はい。ということで、新年一発目ですけども、メールがね、結構溜まってると思うんで、読んでいきましょうか。はい。こちらね、ラジオ、概要欄の Google ホームから、メールを送ることができるんですけども、個別でね、ちょっと見ていき、どうだろう。質問、普通おた届いてますかね?普通のお便り、シンプルメッセージは、届いていないんですか?これ届いてない。届いてない!届いてないです。テーマメールか?テーマメール。いや、これちゃうな。届いてますね、普通おた。ごめんなさい。何をずっとごちゃごちゃ言ってんだっていう。まず、ピーマンは生で食べる派さん。ラジオネームね。三塚さん、こんにちは。こんにちは。夜の9時にこんなことを聞くのもあれですが、ピーマンは生で食べますか?それとも焼きますか?いや、生で食わんやろ。生で食べる野菜もあったら教えてください。人参?ちなみに、ピーマンは生で食べる派ですが、焼いてからクタクタになるまで、麺つゆ入れて煮たものも美味しくて好きです。この世で一番美味しい野菜はピーマンだと思うので。なんやその終わり方。思うので。ってまあ、ラジオネームにピーマンは生で食べる派って言うぐらいですから、それは食べる派なんでしょうね、この方は。僕はやっぱ小学校の時のトラウマであんまピーマンが、やっぱ、芯から好きになれてないんですけど、ピーマンの肉詰めとかね、動画とかで出してますけど、バーロー料理動画でね。あれ美味しかったですね。肉詰めとかは。あと肉巻きピーマン美味しいわ。チーズ中にぶち込んで、とろけるチーズかなんか。で、豚バラで巻くんですね。ピーマンを。ピーマンの中にチーズ入れて豚バラで巻いて、で、醤油、みりん、砂糖で味付けする。これめっちゃうまいですね。これほんまにもう最高傑作です。ピーマン料理で。
続いて、お久しぶりです。三川さん、リーちゃんと申します。あ、これはラジオでもリーちゃんということですね。なかなか投稿できずすみませんでした。いえいえ、こちらこそね、ラジオ更新遅れてすみません。あやたんは投稿しているみたいなので、また、あやたんとね、リーちゃんっていうのはこれ友達ですからね、二人は。二人はプリキュア。二人は友達。また暇や機会があれば投稿していきたいと思います。暇があればなので頻度は下がりますが。おう、どこで終わってんねん。PS、あやたん、内定もらえたみたいですよ。かっこ、言っていいと言ってたので。仲ええな、この二人。あやたん、内定おめでとう!おめでとう。いつだったんだろうな。結構、遅め、昔のメールかもしれない。ごめんね。あやたんおめでとう。うん。続いて、ラジオネーム、なっくん。パラバンは、2022年もおつばろでした。ね、去年1年、走り切りました。私にとって2022年は、仕事でもプライベートでも新しいことに挑戦したい1年でした。失敗して落ち込むことがありましたが、その度に三川さんの動画を見たり、時には励ましてもらったりして、厄介でバローな、素晴らしい1年になりました。2023年の抱負はそんな三川さんに会いに行くことです。三川さん、2023年の抱負はありますか?ということで。ごめんなさい、さっき目標を言ってしまいましたね。さっき言った通りの満劇でね。ちょっと会いに来てくれ、ぜひ。はい、ライブでね、間近で見れますから、ぜひね、ナックも来てほしいですね。確かに。遠い方とかはね、やっぱ来にくいと思うんですけどもね、少しずつ、コロナも流行ってますけども、緩和されてきてね。うん、いろいろ、ねえ、なんか僕のバイト先とかも、体温毎回書かないといけなかったんですけど、それも書かなく良くなったりとか、ね、義務化がなくなったりとかね、結構もう、ウィズコロナな状態になってきているので、ちょっとみんなでね、盛り上げていきましょう、今年1年。ちょっと楽しい年になりそうですね、2023は。ただ、厄年、多分前厄やったんか、去年が。今年25の男って、厄年なんか?これちゃんと確認はしてないんですけど、多分厄年やったような気がするんで、はい。まあ、ほんま気持ちの問題ではあると思うんですけど、気を張ってね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。結局去年そんなめっちゃ悪いことは起き、R1 落ちとんねん !R1 落ちとんねん、一回。ああ、これだけがしんどいですね。まあでもやっぱルール規定読んだら、新生 R1、10年目以内になった2年前から見てみたら、確かにその、著作権的な感じでね、アニメのキャラクター、髪型、服装を真似る程度は OK。もうその逆にね、それ以外はがっつり工藤新一とか勝たんのはやっぱあかんのかなっていうのが、思いましたね。なんか、うん、去年もね、同じこと思ってたんですけど、いや、受けたらいけるんかなって自分の中で思ってて、うん、なんやったらイオンモールの営業とかでね、いろいろ仕事を振られたりとか、この工藤新一芸がね、僕の中ですごいもうピーク迎えた年だったんで、去年、思いっきりぶつけたんですけど、やっぱダメだったので、R1 は別の戦い方をしていきたいなと思います。R1 グランプリごめんなさい。応援していただいた方ごめんなさい。ということで、ザ・ポンズ。ラジオネームザ・ポンズ。水川さんこんばんは。久しぶりにメール失礼します。突然ですが、私はスーパーマーケットで働いています。いいね。プライベートで他の店に行った時、陳列が曲がっていると気になってついつい直してしまったり、値引きシールがそろそろ貼られる時間のはずだなと、ちょっと待ってしまったりします。職業病ってやつだと思います。三川さんは芸人やティクトッカー、某ファーストフード店の店員など様々な顔をお持ちだと思います。何か職業病のようなものはあるんですか?これからも応援しておりますということで。職業病ですか?いやー、そうですね。まあ、ごっちゃになったりとかはありますけどね。芸人と、ね。そのファーストフード店で僕バイトしてますけど。まあ、さっきもバイトで。今日ね、なんか正月休み結構ね、僕取ってたんで、年末と正月。今日、6時3時で働いて、もう一回、バイト先、今からあと3時間後ぐらいかな。6時にバイト、また行かないといけないんですけど。ちょっとね、多めに入ってね、この、休んだ分を取り返そうというね、考え方なんですけど。やっぱ、いらっしゃいませみたいな感じで、どうもカノッサですって言っちゃいますよね。ウソップは、ウソップなとこが出ました!僕のウソップなとこがね。ほんまになんだろう。そんなことは絶対起こらないんですけど。うん。まあ、でもクーポン使わな損やなって思ったりはしますね。普通に。うん。あと、クーポンで安くなるより、ね、社員割みたいなやつの方が3割引きぐらいするんで、できるだけ自分の店舗以外で、買いたくないとかはありますね。これ職業病とかじゃないんかな。うん。応援してくれ、ザポンズ、ありがとう。
続いてラジオネームク、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。今年も大きな勘違いのウエハース三塚さんでいてくださいね。どういうことやね。何を勘違いしまくった男みたいな。いえ、僕はもう全く何も勘違いしてないですから。僕の顔は田中圭に似てますし、僕はもう世界で一番面白いですし、はい、それ以外ね、勘違いもしてないですから。元旦からパジャマで神社に行くのはやめましょう。神社は自販機ではないですよ。ストーリー見てびっくりしたよ。ごめんなさい、これね、ツイッターでもツイートしたりとかね、インスタでもやったんですけど、ほんまに近い神社でさ、はい、もう、100メートルぐらいの、歩いてね。うん、100メートルも歩かないぐらいの。でも人も少ない神社でね、安島の神社というところなんですけど、もうね、これ、家特定されるか。まあ、実家やからいいか。そうですね。ちょっともうマジでパジャマのまま行きましたね。上着だけ羽織って。はい。あれはちょっと良くないらしい。もういろんな人から DM 来ましたね。お前神様に失礼やろみたいな。ちょっとだから僕行き直したいと思います。一回大阪のなんか、また別の神社行きたいと思います。はい。ストーリー見てびっくりしたね。罰が当たらないこと祈ってるよ。では良いお年をお迎えください。ありがとうございます。気遣っていただいて。ほんまやで。まあ、おみくじもちょっと引きたいな。うん。まだ1月中やったらね、初詣ではなくなるんですけど。2回目の詣って何なんだろう。二詣？そんな言葉ないか。ちょっと今年も新年もよろしくお願いしますね、皆さん。はい。いや、ほんま実家でだらだらしたわ。楽しかったわ。はい。僕は兄貴と結構ゲームとかしたりとかね。紅白をだらだら見たり、紅白をじっくり見たり。わあ、よかったね。紅白をちゃんとがっつり見たの久々やったかもな。うん。やっぱ面白いですね。普通になんかその、橋本環奈ちゃんがめっちゃ可愛かったですし。これはもうみんな思ったんですよね。橋環が可愛すぎたっていうね。ツイッターでも話題になってました。そうか、あったかな、他に。あ、エメさんっていうね、鬼滅の刃の残響さんが歌ってる人がね、もうかっこよかったんですけど、最後紙吹雪がブワーってなって、メガネの間に紙吹雪が挟まってるとことかね、やっぱ笑ってしまいましたね。うん。でもあれはね、話題になってたんで、ツイッターでも。はい。僕はその悪い心じゃないですよ。あれは可愛らしいハプニングですけど、紙吹雪多すぎやろっていうね、シンプルな感想です。あとやっぱり、氷川きよしさんの、ね、ドラゴンボールのあの歌いいですね、毎回。限界突破サバイバー？叫べへのへのカッパー、無敵のオイラがここで待っている。あれ僕絶対カラオケで歌います、毎回。大好きなんです、あの歌。演歌以外もね、かっこいいですから。ということで、今週のテーマメールなんですけど、何を募集してたか忘れてて。なんかコンビニで買うものみたいな募集してたみたいですね。読みましょうか。まずラジオネーム。これ何でしょう？これあやたんかな？ラスカルのあやたんかな？コンビニでよく買うものではないのですが、買わぬかい。ファミマにいた時は必ずコピー機を見てしまいます。あ、見ちゃうんや。ファミマにはコピー機でしか買えない写真があるので、必ずチェックするのが私のルーティンみたいなものになっています。何それ？それはそうと。いや、話変えんな。気になるな、これ。なんで？コピー機で買える写真とかあるんや。そらそうと、ミニストップの夏のハロハロ美味しいですよね。ハロハロ美味しいって言うよね。備前山とのクラムも言うてたわ。ハロハロが美味しいって。夏が楽しみになりませんか？でも言うてまだまだやねんな、夏。三川さんはミニストップ限定のスイーツなら何食べますか？ミニストップ限定何も知らんねん、僕。ミニストップのスイーツ知らんわ。ファミマとかの白いたい焼きとか好きですよ。白いもちもちのやつ。僕それぐらいかな。ほんまに無頓着で、スイーツに。ちなみにラスカルのあやたんはハロハロがあるか確認してあったら食べますっていう。ハロハロがそんなに美味しいんやね。なんかいつも食べようと思うけど、ミニストップがね、ほんまに近場になくて、結局行くタイミング見失ってますね。あ、これ行きたいですね。続いてラジオネームなっくん。この時期コンビニで買っちゃうのはファミマのホットミルクです。ホットミルクなんて売ってるんや。110円とリーズナブルながら、体が温まるし、カルシウムも取れるし、いいことずくめです。いいね。おすすめの飲み方は、レジでカップを受け取った後、備え付けのシュガーを欲望のまま入れ、そこにミルクを注ぐ。あと、混ぜて飲むと美味しいです。各上から追いシュガーするのもあり、めちゃくちゃ甘くしてるやん。バニラシュガー、カシューナッツシュガー、シナモンアップルシュガーなど、いろいろな味があるので、その日の気分で選べるのも嬉しいポイントです。確かにこれは安いかもね、110円で。
普通にカフェラテみたいなもんやん、ほぼ甘くできたら。そんなことはないか、コーヒーの部分はないけど。そんなんでもいい、うまいもん、いろいろ知ってんな、なっくん。すごいやん。前もね、ファミチキの柚子胡椒味教えてくれて、僕食べたんですけど、美味しかったですね。いや、年末、去年、ちょっと体調崩し気味やってんな、ほんま。そうやねんな。それ今思い出したわ。だからちょっと気をつけたいですね、手洗いうがいとか。まだ流行ってるらしいんで、いろんなもんが。そうだね。あともう年末、年始、ほんまにちょっと、実家帰ったぐらいの時に、ポケモンをめっちゃやりまして、もう一気に、まあ、四天王は倒してたんですけど、そこから裏ボスも倒して、で、コライドン二体目も捕まえて、みたいな感じで、伝説のポケモンがね、捕まえたりとか、いろんな、もういろいろやりましたね。図鑑をバーって集めたり。ポケモンクリアできました、ついに。あとなんだろう。ゲームがね、1月20日に、ファイアーエンブレムエンゲージという、僕も好きな、ファイアーエンブレムというね、ニンテンドーの作品があるんですけど、前作の風化雪月はクリアしてますね。スイッチで出た。ファイアーエンブレムっていうのは、なんだという感じの人もいると思うんですけど、まあ、スマブラとか有名ですから、スマブラに出てくるマルス、ね、マルスとか、アイクとか、ね、テンクーっていうアイクね、ロイとか、あのキャラたちが出てくるシリーズですね。まあ、シリーズごとに主人公違うんですけど、最初の主人公がマルスで、いや、あの、エンゲージが面白そうなんですよ。その、過去のその主人公とかを、なんか自分の身に宿してなんか戦ったりするとか、オーラを。なんかすごい面白そうで。備前山との池永もね、後輩で、ファイアーエンブレム好き友達で、よく高校の時、記憶改ざんしてもらった。大学の落研一緒だったんで、ファイアーエンブレムヒーローズっていうアプリを僕と池永だけやってましたね。その部活内で。二人だけやってました、本当に。ファイアーエンブレムヒーローズ。今では僕もアンインストールしちゃって、データ消えてるんですけど。あ、ファイアーエンブレムヒーローズおもろかったな、あの時。なんか、アプリゲームって続かないですね、僕。ウマ娘とかも、やっぱやってたけど、もう、消したもんな。フェイトグランドオーダーも消しちゃった、FGO。そう、年末に、僕の兄貴はフェイトめっちゃ好きで、イラストもね、よく描いてるんですけど。そうね、てっちゃんって呼ばれてるんですけどね、兄貴に。てっちゃんちょっともう年末年始のすごいいいガチャがあるから一緒に引こうみたいな言って。あ、俺アンインストールするわって言ってもう一回入れたら全データ消えてて、もう悩ましたね。せっかくめっちゃ進めたのに。で、アプリゲームってね、やっぱなんか続かないな。なんでなんやろ。もう別でやりたいねんな。それやったらスイッチとかの方が。だからファイアエンブレムエンゲージは買ってやっていきたいと思います。このラジオでもね、ちょっと進捗情報。ほんま趣味ラジオですからね、ここは。ということで、今週のメールは以上ですかね。はい、そうですね。コーナーなどは来ておりません。はい。毎週ね、ふとした手がかり、厄介判定なども募集していますので、ぜひよろしくお願いします。あ、パックンパックンパックンピラニア。パックンパックンあ、パックンピラニア。ウエハース三川のバローワールド。エンディングでーす。ということでね、まあ年末年始で、なんかおもろかった話で言うと、楽しんだ話ね、僕が、まあ、ずっと、基本自分の家にいたんですけど、1日だけね、演劇部、僕高校時代演劇部やったんですけど、その演劇部の友達と、まあ、ランチ行きました。これ毎年行ってるんですけど、もう3年目ぐらいかな。なんだかんだね、招集してくれて、結構集まるんですけど。まあ、そう、後輩2人くらいかな。でも、同期がほぼで、なん5、6人いたかな。それでね、その、ピソリーノっていう、まあ、福井県にしかないんか、あれ、わからんけど、すごいイタリアンの食べ放題みたいなとこがあって、まあ、去年もそこやったんですけど、そこで食べて、その後もう帰ろうとしたんですけど、なんか、漫画喫茶みたいな、満喫っていうんかな。なんか、娯楽のやつ、いろんなダーツとかビリヤードとか漫画が読めたりとかするとこね、あっこにちょっと行こうみたいな、
3時間パック安いからみたいなので行ったりしたんですけど、そこでかぐや様を告らせたいを読みまして、そうです、去年の年末ぐらいに僕実はかぐや様を告らせたいの映画見に行ってまして、おもろかったんですよね。本当かぐや様を告らせたい、まあ同期の鳥越太一郎がもう全部読破してるぐらいね好きで、よく喋ってるんですけど、まあ、漫画全部読んでて、太一郎はもう映画も見に行くぞって先見に行って、みっちゃんこれはぜひ見に行ってくれっつって、めっちゃ良かったぞっつって見に行ったら、ほんまにおもろくて笑えて泣けてみたいな、泣けるかわからない、おもろかったんですけど、ほんまにアニメの続きですね。アニメが3期まで作られて、その3期の続きをもう映画でやってるんですけど、それも見て、その続きから漫画を読みましたね。漫画喫茶で結局3巻ぐらいしか読めなかったので、なんかダーツとかをちょっと自分の出番来るまで読んでダーツしたりとかしながらね、ダーツとかおもろかったな、普通に初めてやったけど、初めてではないか、1回2回ぐらいやったことあるか、大学生の。それで、なんだろう、と続きがもう読みたすぎたんで、少年ジャンププラスというアプリでね、実はコイン貯めたら読めて、無料コインみたいなのがね、1日動画広告を2回まあ再生すると、もう見なくていいんで、広告もう置いといて30秒ぐらいのやつを2回再生したらコインが30コイン30コインってもらえたり、あとじゃんけんを毎日ね2回したらコインがもらえたりとかでね、まあ1日3話以上は読めるんで、それで今かぐや様読んでますね。今ハマってる漫画ですね。それが毎日の楽しみかな今。あとなんかあるかな、コナンの映画も見に行かなあかんな、灰原の、なんだかんだね絶対見に行かんのダメなんですけど、まあ、使命感もありますけど普通に楽しみやな。なんか黒金のサブマリンの予告映像も出るらしいので、はい、灰原愛ちゃんが好きな方はぜひ見に行ってください。はい、そういうことですかね。ワンピースも読まなあかんけど、なんか他にあるかな今いい漫画。アニメボッチザロックも全部見ましたね去年で。いや全部見切ったわ、12話で終わりですから悲しかったですね。だから今期のアニメが何が始まるのかという感じですね。今年呪術廻戦もやりますね。確か呪術廻戦の渋谷事変あたり、楽しみだな。呪術廻戦ゼロっていうね、あの乙骨くんが主人公の映画、去年2回ぐらい僕見に行きました。一昨年に見に行きましたけど、あれが Amazon プライムでね配信されてるんで、ぜひアマプラ勢は見てください。最高にかっこいいんでね、乙骨くんとかのあの演出かっこいいわ、ギターのゼルルルルルみたいなね音とかで、まあ主題歌もかっこいいんですけどね、キングヌーさん。まあそんなん言いつつ、なんかあるか今年の目玉。朝去年、あとガンダム、僕ファーストガンダムだけ見てるんですけど、あとゼータガンダムも見てるか、ちょっとね、ちっちゃい頃アニマックスとかで見てて、なんかそれのそれと関係ある、なんだろう、閃光のハサウェイっていうね、なんかガンダムに出てくるブライトさんっていう結構重要な役回りがあるんですけど、ホワイトベースっていうね大きいその戦艦みたいなのを率いてるリーダーみたいな、ブライトさんの子供のハサウェイってやつが主人公の映画があって、3部作らしいんですけど映画、それを1個だけ見ましたね。でもまだ1個目しか出てないっていう、去年。それめっちゃ面白かったな、おすすめです。はい、でもガンダム、ファーストガンダムぐらいは見とかなダメですね確か。そんなんはありつつですが、皆さん今年もよろしくお願いします。今週も聞いていただきありがとうございました。また来週もお会いしましょう。さようなら。